待に応えた2代目ベスト5。皆さんこんにちは。今回の歴史の細道は期待に応えた2代目ベスト5について紹介していこうと思います。偉大な父を持った2代目というのは何かと大変なもの。優れた才能があってもことあるごとに父と比較され、うまくいっても親の七光、うまくいかなければ父とは似ても似つかないと陰口を叩かれます。しかしそんな重圧に耐え、歴史に名を残した2代目も少なくありません。今回は期待に応えた2代目と題し、恵まれた境遇に満足せず自分の力で運命を切り開いた武将たちをご紹介したいと思います。第5位、近世大名への礎を築いた秀吉の親族、浅野義長。豊臣恩子と呼ばれた大名の一人が浅野義長という人物です。彼の父は浅野長政といい、秀吉の妻ねねと同じく浅野家に婿養子として入っています。つまり秀吉とは血縁関係こそないものの親族という形となり、共に出世街道を歩んでいくのです。そういった意味では義長も他の豊臣恩子の武将と同じく恵まれた環境にあり、秀吉に従って各地の戦場で活躍しました。しかし義長には武将としての才覚もあったようです。15歳で初陣を飾った小田原の駅では押し城攻めに参加。崩れかかる陣で踏みとどまり、敵の砦を奪い取る戦功を挙げています。秀吉もことのほか喜び、脇差しを与えたとか。続く朝鮮の駅でも義長は主力となって戦っています。加藤清正と共に各地を転戦し、清正に勝るとも劣らない非凡な才能を発揮しました。この将来有望な若武者の活躍を秀吉も喜んでいたようです。文禄2年、1593年には浅野不死に甲斐の国21万石が与えられますが、義長には16万石もの領地が下されています。確かに義長に家督を譲るという意味もあったのでしょうが、彼はまだ18歳。秀吉だけでなく父長政もまた息子に大きな期待をかけていたのでしょう。慶長2年、1597年に講和が破れて慶長の役が起こると、日本軍は攻勢から守勢に回りました。義長もウルサン城を任されますが、明朝鮮軍の猛攻にあってしまいます。義長は得意の鉄砲を自ら放ちつつ防戦に努めました。あまりに激しく鉄砲を撃ったため顔の半分が真っ黒になったとも。間もなく秀吉が亡くなると天下の形勢はにわかに動き始めていきます。父長政は徳川家康と良好な関係を築いていたものの、家康を暗殺しようとしたという残言によって謹慎させられました。一方家督を継いだ義長は父の意思に従って家康と共に行動していきます。やがて義長は関ヶ原の前哨戦で武功を挙げて活躍。本戦こそ参加しなかったものの、その働きは家康から大いに称賛されました。そして紀伊の国37万石という大きな領地を得たのです。またこれからは徳川の世になると確信していたのでしょう。娘を家康の九男義直と婚約させるなど、徳川家との結びつきを強めています。浅野家が大名として存続していくためには徳川家の親族になることが大事だったわけです。一方自分を引き立ててくれた豊臣家への恩義も忘れてはいません。他の大名がそっぽを向く中、義長と清正だけは秀頼に挨拶を欠かさなかったといいます。義長は豊臣家の安泰を祈りつつ、慶長18年、1613年に38歳の若さで亡くなりました。浅野家を近世大名として確立させ、その礎となったのです。第4位、幼なじみをライバル視、2代目の苦悩とは。黒田長政。
秀吉に仕えた両兵衛の一人として天才軍師の名を欲しいままにした黒田官兵衛ですが、嫡男として生まれたのが黒田長政です。福岡52万石の藩祖としてあまりにも有名武将ですが、実は若い頃から苦悩を抱えていたようです。その原因となったのが黒田家の重臣で長政の幼なじみでもある後藤又兵衛でした。幼い又兵衛の父が亡くなった時、官兵衛は彼を引き取って育てたといいます。後の長政こと小寿丸は嫡男である自分を差し置いて、なぜ我が子のように他人を育てるのか到底理解できなかったことでしょう。また年が2歳しか違わず、何かと2人は比較されるわけですから、小寿丸の鬱憤も高まっていきます。さらに不満を爆発させる出来事が起こりました。それは織田家への人質になること。本来は主君小寺家の嫡男が赴くはずが、病弱だったこともあって小寿丸にお鉢が回ってきたのです。わしは人質の身となるのに、あいつはまるで我が子のように居座り続ける。こんなバカなことがあるか。父からの非常な仕打ちに耐え、小寿丸は涙を飲んで羽柴秀吉がいる長浜城へ向かいます。ところが長浜へ来てみると、暗い人質生活どころか明るくて楽しい毎日が待っていました。秀吉、ねね夫妻は小寿丸を我が子のように愛し、虎之助や市松ら小将たちも兄弟のように接してくれました。ところが1年も経たないうちに境遇は一変するのです。荒木村重が有岡城に籠城した際、父官兵衛は説得のために単身乗り込みました。ところが囚われの身となって幽閉されてしまったのです。信長は官兵衛が同心したものと信じ込み、小寿丸の殺害を命じました。秀吉や竹中半兵衛の起点もあって小寿丸は逃れますが、改めて戦国の厳しさを知らされたのです。父の帰還後、姫路へ戻った小寿丸は元服して長政と名乗り、秀吉に従って各地で戦功を重ねました。さらに九州の役が終わると、黒田伏見に豊前12万石が与えられます。ところが地元国州の紀伊重房は起伏せず、天保の命令に応じない姿勢を見せました。そこで長政は軍勢を率いて重房を討とうとします。付き従っていた又兵衛は不利を察して退却を進言するものの、決起に迫った長政は聞き入れません。やがて点検に誘い込まれた黒田勢は惨めな敗北を喫してしまいました。それ見たことか。又兵衛は嘘吹きます。さらに長政以下家臣たちが頭を丸めて官兵衛に謝罪したところ、又兵衛だけは従いませんでした。こんなことで頭を丸めていたら髷がいくつあっても足りぬわ。この言葉を聞いた長政は暗い怒りの炎を胸の内に秘めたことでしょう。さらに又兵衛の所業はことあるごとに長政を苛立たせます。朝鮮出兵の際、長政は敵将と組み合って川に落ちますが、又兵衛は一向に加勢しようとしません。他家の家臣がどうして黙って見ているのだと問うと、なあに、あのような敵に撃たれるくらいなら我が殿ではあるまいよと返答したとか。長政は必死の思いで敵を倒したものの、又兵衛の振る舞いを深く恨んだといいます。主君を主君とも思わない又兵衛の存在に悩みつつ、長政は着実に出世の階段を歩みました。秀吉が亡くなった直後から家康に接近し、関ヶ原の戦いでは多くの西軍諸将を味方につけています。この長政の謀略がなかったなら、きっと家康の勝利もおぼつかなかったでしょう。すでに長政は武勇と智謀を併せ持つ武将に成長していたのです。そういった意味では父の期待に十分応えたと言えるでしょう。一方又兵衛は相変わらず長政の実力を認めていません。すべての面で自分が勝っている自負心があったのか、それとも初めから馬が合わなかったのか。やがて官兵衛が亡くなると、二人の関係は破綻へと向かっていくのです。長政は福岡52万石の大主となって家を残し、
片や又兵衛は浪人となって大阪の陣で最後を遂げました。もしかすると長政の行動力は又兵衛に対する敵外心や強い主君であらねばという強烈な自負心から来ているのかもしれません。第3位、もし生きていたら織田幕府の誕生もありえたかも、織田信忠。織田信忠といえば、一昔前までは父信長の陰に隠れて凡庸というイメージもあった人物ですが、歴史研究が進むにつれて再評価されつつあります。父ほど強烈な個性はないものの、武勇や統率力、政治力といった部分で実力があったためでしょう。また誰より信長が信忠こそ跡継ぎにふさわしいと太鼓判をしていたからです。歴史を振り返ると名君とされる人物はたくさんいますが、もし名君になれる条件があるとすれば以下の3つではないでしょうか。人柄、教育、優秀なブレーンですね。人柄はその人が持って生まれたものですから別として、特に父信長が力を入れたのが教育と優秀なブレーンでした。信忠が生まれたのは弘治3年1557年のこと。その10年後には足利義昭をいただいて上洛していますから、信忠の将来を見据えた教育を進めました。上に立つ人間としての帝王学を教え込み、自ら戦場へ信忠を連れて行って合戦とはどういうものかを学ばせます。そして実際に戦場での経験を積ませました。信忠は浅井、朝倉との戦いをはじめとして、石山合戦や長島一向一揆攻めなど経験を重ねていく中で、大将として大きく成長することになります。天正4年1576年になると、信忠は家督を譲られて美濃を与えられました。この段階で信長は優秀なブレーンを付属させるのです。まず目付として武勇名高い川尻秀孝をつけ、さらに森長吉や池田常興といった古参の武将たちを与力としました。そこに斎藤利治ら美濃衆や尾張衆などが加わります。また朝廷との交渉を見据えて前田玄意を抜擢しました。玄意は朝廷と太いパイプを持ち、儀礼や有職故実に通じた知識人です。こうして信忠体制は徐々に形となっていきました。信忠が個人で動員できる兵力は織田家でも最大となり、播磨や紀伊など各地へ信忠軍団が馳せ参じたといいます。また信忠の人柄や性格についても残っている資料こそ少ないのですが、その人となりを忍ばせる逸話が伝わっています。信勝や信孝から弟たちとも仲が良く、頻繁に手紙のやり取りをしていますし、3人で一緒に能を演じたという話もあるほど。一方恋愛に関しても、許嫁だった松姫を案じ生涯正室を持たなかったそうです。とはいえ後継ぎがいなくては織田家が立ち行きません。たまたま摂津の国衆塩川氏の屋敷を訪ねた時、鈴という女性を見初めて恋に落ちたのだとか。ただの政略結婚ではなく純粋な恋愛感情を持った信忠は、当時とすれば珍しい考えを持っていたのかもしれません。ところで天正6年1578年前後から信長は朝廷の官職を次々に辞しています。次の織田家を担うのは信忠だと公言しており、信忠に高い官位を与えてほしいという気持ちの表れだったのでしょう。思い通りの期待に応えてくれる信忠は信長にとって自慢の息子でしたし、また全てを任せることに安心もしたでしょう。しかし本能寺の変が起こったことで、信忠もまたこの世を去りました。もし生きていたなら日本の歴史も大きく変わったのではないでしょうか。第2位、目立たない2代目、とんでもない、家を急成長させた手腕とは、北条氏綱。戦国の黎明期に関東地方で活躍し、北条氏全盛の基盤を築いた伊勢宗瑞ですが、その嫡男が北条氏綱です。
親子で姓が違うのは氏綱の代から北条姓を名乗ったからでした。今川氏から広告事情を与えられた総帥は伊豆や西相模を次々に攻略していきます。そして扇ヶ谷津上杉氏との対決を控えた永正16年1519年、総帥がこの世を去るのです。氏綱は後継者として着実に経験を積んでいたものの、まだ何かが足りないと感じていました。伊勢氏は文字通り伊勢の国から起こった一族ですから、もともと東国には縁もゆかりもありません。東国武士の心を動かすには理由付けが必要でした。氏綱の正室は横井相模の神の娘だといい、鎌倉時代の北条氏につながる女性だったといいます。そこで氏綱は北条の出自を大いに利用しました。自分こそが関東を治めるにふさわしい存在だとして堂々と北条姓を名乗ったのです。東国武士にとって北条という存在は特別であり、彼らを引きつけるものでした。上杉氏を敵とみなす氏綱にとって非常に都合が良かったのです。こうして北条氏綱は積極的な軍事行動に出ました。まず武蔵南西部を支配下に収め、さらに進んで武士たちの調略を行ったといいます。大永4年1524年、氏綱は扇ヶ谷津上杉軍と高輪台のあたりで激突。徐々に押していった北条軍は江戸城を奪い取り、上杉智興を川越城まで追いやることに成功しました。ところが窮地に陥った智興は思わぬ行動に出ます。旧敵だったはずの山の内上杉氏に救援を求め、さらに同調した武田信虎が北条氏の背後を伺います。それだけではありません。上総の武田氏や里見氏、お弓久保足利義昭までが敵対し、氏綱の周囲は敵だらけになったのです。8年にわたって氏綱は粘り強く戦い、その間に武田氏や里見氏が内輪もめで脱落、ついで上杉智興の死によって包囲網にほころびが生じました。氏綱は間髪入れずに反撃に移り、河野台の戦いでは足利義昭を討ち取ってみせたのです。ピンチをチャンスに変えた氏綱はやがて東京湾一帯を支配し、北条氏飛躍の基礎を築きました。父総帥が布石を打ち、息子氏綱が実行に移して偉業を成し遂げたのです。第1位、戦国を終わらせ太平の世を築いた2代目、徳川秀忠。歴史上徳川家康が幕府を開いたことで江戸時代が始まっていますが、厳密な意味で戦国時代が終わったわけではありません。相変わらず荒々しい気風は満ちていましたし、何より豊臣家も健在でした。二代将軍徳川秀忠に関して世間一般では凡庸、戦いが弱い、親父や嫁に逆らえないなど散々な評価ですが、誰よりも厳格に幕府政治を進めたのは誰であろう秀忠でした。すでに家康が生きているうちから江戸において幕府機構を整備しており、自分の治世が始まると強力な武断政治を実行しています。そもそも自分の役割は徳川を頂点とする幕藩体制を盤石にすることと理解していますし、家康も生前から秀忠に期待をかけていました。秀忠にとって強い将軍像こそ理想だったのです。朝廷への内部干渉を進めることで結びつきを強くし、武家諸法度を制定して全国の武士を管轄下に置きました。さらに将軍を退くまでの7年間に多くの大名を取り潰しており、その空白地を直轄領にしたり、審判・譜代大名を入れて権力強化を図っています。秀忠はじめ幕府が厳しく対応したのは外様大名だけではなく、徳川一門や譜代であっても容赦はありませんでした。法を犯す者は誰でも処罰の対象だったのです。日本を戦国の気風から脱却させるには、より権威のある強い者が押さえつけるしかありません。また家禄というサラリーを武士に与えることで主従関係を明確にしました。
そういった意味では武士の本質すら変えようとしたのです。戦国時代を終わらせ、近世日本の扉を開いたのは間違いなく秀忠の功績でしょう。ちなみに家康が大切にし、旗印にも用いた言葉で、厭離穢土、欣求浄土というものがあります。汚れた国を嫌い、仏の世界を心から願い求めるという意味になりますが、きっと秀忠の理念もここにあったのでしょう。戦乱で荒れ果てた国はもうたくさん。これからは平安な世を願おう。そういった意味に受け取れるのです。家康の理想を秀忠が叶えた。そう考えれば、やはり親の期待にふさわしい行動をとったのではないでしょうか。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の歴史の細道はいかがでしたでしょうか。これからもワクワクするような歴史の動画をお伝えできればと思っております。もしよかったらチャンネル登録お願いしますね。こちらの松尾芭蕉のボタンを押していただければ登録画面に飛びますので、どうぞよろしくお願いいたします。また、よろしければこちらの動画もご覧いただければと思います。